お待たせいたしました。ワリオランド証券 2% RTA 始まります。奏者は 2% 世界2位の安嶋です。どうぞよろしくお願いします。はい、そして解説は 2% 世界5位の矢上が務めます。よろしくお願いいたします。それでは早速タイマースタートさせていただきます。ファイル選択のはいを押した瞬間にタイマースタートとなります。では3カウントで始めさせていただきます。3、2、1、スタートです。よろしくお願いします。まずタイマースタートの後4分20秒ほどオープニングムービーが挟まるので、軽くこのゲームについて説明をさせていただきます。このゲームワリオランドシェイクは2008年に発売された Wii 用のソフトであり、そうですね、ケイトのカービィやヨッシーウールワールドシリーズなどで知られるグッドフィールさんが制作をしているゲームとなります。キャラクターデザインやキャラクターグラフィックムービーは広角機動隊シリーズ を担当しているプロダクション IG さんが、背景グラフィックはファイナルファンタジー10、ゼノギアスなどを参加作品に持つ株式会社草薙さんが担当しております。次にゲームスタイルについて軽く説明していきます。本作はポピュラーな 2D アクションゲームとなっており、5つのエリアがあり、1つのエリアには4つの通常ステージと1つのボスが待ち受けています。通常ステージは脱出フェーズと攻略フェーズの2つに分かれており、まずはステージ内を探索してお宝やミッションを、達成していくという後に、メルフルが囚われている檻を破壊した後脱出フェーズとなります。制限時間内にステージの一番最初に出てきたステージの入り口に戻ってくればステージクリアとなります。先ほど言いましたそのミッションというのがあるんですが、今回は Any% RTA ということで、これらの収集要素は特に気にせず走っていきます。さてここで少しストーリーについて触れていきましょう。これがいつも通りのワリオランドアドバンスでも出またこの車でワリオが昼寝をしているところに、あれ各作品でも出たキャプテンシロップから古代儀が送りつけられます。先ほどの古代儀の中の世界ユーレトピアの世界に、外かの世界から海賊シェイキングがやってきて、お宝であるデルデルの財布とクイーンメルフルが囚われてしまいます。そこで1匹だけ逃げ出したメルフルがワリオへと助けを求めにこの世界にやってきます。さあ、かつての宿敵のお宝なんてもういらないとぶっ壊そうとしていますが、めちゃくちゃ痛そうですね。痛そうですね。さあ、先ほど海賊船から脱出したメルフルがワリオへと助けを求めてやってきました。さあ、先ほどのムービーにもあった通り、シェイキングという海賊がやってきて、今は私たちの世界が大変なんだとメルフルは必死に訴えているんですが、ワリオは鼻をほじってもう横になりながら全く興味がないといったような感じですね。ひどいですね。ひどいですね。まあワリオなんでね。さあ、ここで宝についての話がした瞬間、ワリオの目の色が変わります。さあ、この宝ですね、デレデレの財布といい、振れば振るほどコインが出るとんでもないお宝となっております。今回の RTA はこれを最短で手に入れることが目的の RTA となっております。つまり道中のお宝などは特に気にすることなく、この無限にコインが出るお宝、これ一つのみを求めていきましょう。これ一つあれば足りますからね。そうですね、他のお宝とか別に必要ないんで、これ一つあれば一生暮らせる素晴らしいお宝となっております。ということでワリオはメルフルと共にユーレトピアの世界へと冒険へ旅立っていきます。チュートリアルステージですね。海賊船の中始まりました。まず最初に先ほどしたゲームシステムについての会話があるんですが、まあ、RTA なんで当然会話は聞かずに全てスキップで読み飛ばしていきます。この会話が終わると早速操作開始になるので気を引き締めていきたいところですね。さあ、5体のボスを倒してシェイキングも倒してお宝を取り返してくださいと言われました。さあ、早速ですね、このステージのやつのお宝を取り戻していきたいと思います。会話が終わると頑張ってくださいということで、ここから実際の操作が始まります。頑張ってください。頑張ります。
さあステージチュートリアルステージ海賊船の中ですね、基本的には背景にあるチュートリアルに従って進むコースとなっております。まあチュートリアルステージなんで特に難しい要素はないんですが、 RTA となると基礎動作が結構求められて、ちょっともたつくとそれだけで かなり3秒やから5秒のロスといったところできついコースとなっております。この RTA では今行っている1ボタンを用いたダッシュアタックを基本の移動方法として用いていきます。段差のある部分ではジャンプも活用し最高速で駆け抜けていきます。さあこの先のエリアで出てくるこの Wii リモコンを振るシェイクのアクションですね、これがこのワリオランドシェイクを代表する一つのアクションとなっております。このビックリマークの書いてあるギミックの近くで Wii リモコンを振ると大抵何かが起こるといったようなものになっていきます。今ちょっと順路を外れてコイン回収したんですが、まあ、このコインの稼ぎの理由についてはもう少ししてから説明していきたいと思います。さあもう一つのこの今作の代表的なアイテム土管ですね、このダッシュ土管は入るとワリオが超高速で走り回るといったようなものになっており、脱出パートですね、この探索パートが終わった後の脱出パートでは基本的にこれを用いて帰っていくことになります。さあこのコースで唯一のトゲを持った敵をしっかり回避して進んでいきます。このダッシュ状態では切り返してすぐにジャンプをすることで方向転換ができるので積極的に使っていきましょう。さあこれがメルフルの囚われている檻ですね、これを思いっきりウィーリモコンを振って破壊したら脱出パートとなります。さあ逃げていきましょう。といってもチュートリアルステージなんで特にやることなくコインを回収して終わりなんですけどね、このように操作はもうジャンプのみでチュートリアルステージの海賊船の 中クリアとなります。9800コイン、特にミスなく走りつついい感じですね。集めたコインは右上に合計枚数が表示されます。ありがとうございます。さあ海賊船の中をクリアしたことで新しいコースとして海賊船の部屋が開放されました。ここは基本的にショップとなっていて体力の最大値を多くするハートの器などが売っていますが、今回の RTA ではエリアを開放するために必要なエリアの地図のみを購入していきます。早速エリア1の地図を結構安いんでこれだけ購入してさっさと帰っていきます。これですね。さあエリア1の地図を購入したことでエリア1のグラナン大陸が解放されました。これですね。結構このゲームこういう演出があったりするんでムービーとかではあんまり飛ばせないんですけど、まあ、ゆっくり見ていただいて待っていただきましょう。ということでエリア1の1アヤヤン遺跡の攻略に移っていきます。ここにコース選択型のゲームになっています。このエリア1では先ほど得得したチュートリアルで得得したアクションを利用して進んでいきます。ダッシュアタックやジャンプなどを用いてあまり敵に当たらないようにしながら進んでいきましょう。さあこういう敵の配置なんですが、敵をダッシュアタック中に敵に当たってしまうと跳ね返ってその分ロスになるので注意しましょう。さあここも敵を使って段差をカットしてショートカットしました。いいですね、ちゃんと決まりました。さあここからは特に坂道などはジャンプしてですね、そのまま土管に入り敵をしっかり返して進んでいけています。このはしごも捕まっている時間は結構遅くなってしまうのでできるだけ高い位置から捕まりたいところですね。さあここで一旦引き返してダイヤを取っていきます。このダイヤモンドなんですがコインの価値として1万コイン分の価値があるんでロスなく取れるところでは積極的に取っていきたいアイテムの一つです。さあ檻を破壊したので脱出パートとなります。この脱出パートでは基本的に早く帰れるルートっていうのが設定されているので今回はもうそれに沿って帰っていきます。2回ジャンプしてあとはもう適当にワリオが走っていってくれますね。これでエリア1の1クリアとなります。13000コイン、いい感じですね。続いてエリア1のホットット砂漠攻略していきます。爆弾ブロックなどが登場する、まあ、砂漠のステージとなっております。さあ最初にいる敵をちょっと押してこの爆弾ブロックを起動させる手間を省いて進んでいきます。さあこの上にあるコイン袋も Wii リモコンを振って回収していきます。
さあ今までのもうこの動作で結構分かる通り、結構この Wii リモコン振る動作があるんですよね。しかもこれちょっと Wii リモコン、特にコイン袋を振っている時の操作なんですけど、ちょっと Wii リモコンを振るのをやめてしまうとすぐにワリオがピタッと止まってしまうので、できる限り振り続けなければいけない。 RTA 奏者や通常プレイヤーの腕にまで負担をかけてくるパワフルなゲームとなっております。道中のスナック回収できるコインもいいですね。今は結構振る時間が短かったんですけど、この大きなコイン袋には当たりの袋と外れの袋がありまして、一度に出てくるコインの価値が高いやつが多く出てくると、それだけで振る時間が短縮となって約1秒から2秒ほどの短縮となります。さあ遺跡の中を下へと進んでいきましょう。はい、この先大砲エリアとなります。ここは右上に行くのが順路なんですが、一度右側の小部屋に入ってダイヤモンドを回収していきます。いいですね。さあ本来であればこの右側のこの大砲に乗っていくんですが、右に2個焼くことで一気に上にショートカットすることができます。ちゃんと決まりましたね。さあ上に飛んで、この先にいるメルフレを助け出して脱出となります。この檻を破壊すると遺跡が崩れ始めてワリオの進路を塞ごうとしてくるんですが、右の小部屋にあるダッシュドカンを使えば問題なく切り抜けることができます。ここもこの先も細かいんですが、上側にちょっと飛ぶことでコイン7000コイン分回収しています。さあこの先ちょっとしたタイム短縮ポイントがあるんですが、ギリア切り替えのタイミングでうまくジャンプをすることで下のルートに入りたいんですが、ここで決まりましたかね。おいいね、決まりましたね。これだけで5秒ほどの短縮となって、このままゴールへと走っていきます。いや本番で決まるとは結構さすがっすね。なかなかに難しいやつなんですけども、はい、ということでエリア 1-2 ホットと砂漠クリアとなります。続いてエリア 1-3 アルデガラの滝です。このコースでは新しいギミックとしてロープが登場します。このロープなんですが、基本的にワリオを遠くまで飛ばしたいため、ロープの先端まで移動して飛ぶということを心がけて進んでいきます。これですね、少しだけ下がりながらワリオを遠くに飛ばして進んでいきましょう。この木箱も2個同時に破壊してワリオの乗れる高さまでしっかり揃えてあげましょう。この先棒を使って降りる部分があるんですが、棒の側面を降りることで、いいですね、捕まらないで一気に降りることができました。ダッシュドカンで坂を駆け上って、この先にいるバンダナを利用してロスなく取れるコインを回収していきます。いいですね。この敵を投げる時の動作っていうのも Wii リモコンを傾けるといったような動作を行っているので、慣れていないと難しいんですが、もう慣れたもんですね、奏者の優しさんには。ここは一度上に上がり、硬いブロックを破壊して進んでいきます。さあ結構ここまででエリア1の3まで見てもらって分かる通りなんですけど、アクションとしては結構豪快なものが多いんですが、操作面としては非常に繊細なものとなっていて、ちょっとミスしただけで数秒持っていかれるみたいなミスが多い、結構硬派な RTA となっております。このゲームですね、特にグリッチといったような要素もなく、ひたすら最短ルートを突き詰めるといったような形でタイムの短縮を狙っています。このエリアも横に移動が少ないところでは普通のジャンプでギリギリの高さを稼いでいます。さあここのブロックですね、おー破壊できましたね。今ロープからロープへと渡っているときにブロック破壊できたんですけど、あれできることでもう帰りのルートがそのまま、用意されているというような形になります。この先にダッシュドカンがあるんですが、ダッシュ状態ですと水の上を走れるというような感じになるので、これだけで若干短縮になりますね。もし失敗してしまった場合でも下のルートから無理やり折り返して、3秒ほどのロスにはなりますが、進んでいけるというような感じになります。このままダッシュ継続させて奥にあるダイヤモンドを回収して帰っていきましょう。いいですね。あとは道なりに進んで帰っていくだけです。このコースとして結構、基本的なミッションとしてこの時間までにクリアするっていうのがあるんですけど、それ以外に帰ってこれてたら基本的にはもう早いと思っていただいて問題ありません。はい、エリア 1-3 アルデガラの滝クリアとなります。次がエリア1の最後のステージですね、トッテルガ遺跡です。こ
このコースでは結構クセモノなギミックとして一輪車が出てきます。この一輪車なんですが、ワリオが登場した後は重力の操作ではなく Wii リモコンを傾けるといったような操作で、かなり感性のある癖のある操作となります。これですね、 Wii リモコンを思いっきり右に傾けてコインを回収しつつ移動していきます。さあこの先、ここにいる敵を使ってギミックを無視していいですね、飛んでいきましょう。今よくここら辺によく出ているこの赤いバンダナを巻いた敵なんですが、この敵の名前はそのままバンダナという、まあ、特に横から当たってもダメージもなく、基本的にはギミックに利用されるかわいそうな敵なんですけど、結構まあ愛嬌があってかわいいわけですね。かわいいですね。かわいいですね。でもまあ RTA となると道を塞いでいるだけでかなり邪魔になる厄介な敵になります。こいつ邪魔になるんですよ。こいつちょっとやられちゃいましたが、今の敵ですね、世界一の走者のカービーマスターさんの走りでも今のバンダナが邪魔をしてかなりロスを生み出していたんで、意味嫌われる存在ですね。しっかりと倒しておきましょう。さあギミックを駆使して、この先地面パンチを利用したギミックがあるんですが、それをカットするためにここのトゲを食らい無敵時間を使って無理やりカットしていきます。無敵時間さんといえば、はい、無敵時間さんといえば RT in Japan のアパレルブランド、 RT ジャパンではアパレルブランドである無敵時間さんとのねコラボチャリティーグッズを販売しております。ぜひともグッズ購入の検討をねお願いいたします。お願いします。さあこの先の小部屋にある大きいコイン袋も左側を向いてそのまま出ていけるように回収していきます。さあここですね、ちょっと一輪車の怖いポイントなんですが、かなり感性が効くので落ちないように、さあ右に傾けながら一番左のコインを回収して、いいですね、ちゃんと決まりました。さあ上のコインを回収し、エリア移動してすぐに地面パンチ、この敵を踏むことでこの先のギミックをカットしてきました。結構大きいカットで見た目は地味なんですが、やってることはかなりやばいです。いいですね、今回結構難しい技をもう今まで何個もこなしているんですが、問題なく本番の魔物も現れることなく進んでいっています。さあ脱出です。この檻を壊すとですね、下のブロックが破壊されるので、破壊した瞬間に下を入力してヒップドロップを出します。するとこの硬いブロックを破壊することができるので、この脱出用のですね、脱出度感があるエリア目と飛んでいけます。これですね、これに入った後しばらく休憩時間なんですよね。もう本当に何も操作しないでいい、お茶を飲んでもコメントを読んでもぼーっとして次のエリアの難しいポイントにスナイルをしてでもいいという結構緩やかなエリアになってます。さあこの次のエリアですね、魚の上から引き返してコインを取るといったような場所なんですが、ちゃんと決まるか、いいですね、一番奥の1000コインもしっかり回収できました。いやー RTA 慣れてないときはあそこの奥の1000コインを取るために何回も何回も引き返してということをやるんで、やっぱ一発で決めるあたりも世界にも貫禄がありますね。あとはこのまま引き返してゴールとなります。いいですね、コインも回収しながら目標タイム内にしっかりとクリアすることができました。これでエリア1の4トッテルカ遺跡クリアとなります。はい、次が一番最初のボスステージですね、ギガストンです。このゲームのボスっていうのは基本的に全てパターン構築をすれば最短で倒せるようになっているんで、まあ、もちろんほとんどのボスそれを狙っていきます。さあこのボスもちょっとパターンからずれてしまうとかなりタイムロスになってしまうので、気を引き締めていきたいところですね。さあこいつ出てきました、こいつがギガストンです。こいつは顔の側面と頭頂部が弱点になっております。まずは地震攻撃をしてくるので、降りてくるタイミングにダッシュアタックを当てて、いいですね、もう一度上がるタイミングでダッシュアタック、2回ダメージを与えていきます。さあしばらくは赤い石柱での爆撃攻撃を行ってくるんですが、まあ、頭の下にいれば当たらないんで少しぼーっとしておきましょう。次に降ってくる青いミサイルですね、こいつに関しては乗れるので、こいつに乗って顔の側面にダッシュアタックを決めていきましょう。時間の猶予としては2回与えることができるんですが、ここは一旦あえて待って、次地面に降りてきたところをもう1回ダッシュアタックで攻撃を与えていきます。すると頭頂部に乗れるので、さあ第2形態移行ですね、ここからは敵の頭頂部が弱点となりますが、なぜかワリオがいるので弱点が出た瞬間にヒップドロップ、衝撃破壊してもう1回ヒップドロップ、いいですね、ちゃんと決めることができました。いやー素晴らしいですね、エリア1これといってすごいミスもなく、ほとんどもう完璧な走りで走れています。いやー、いいですね、緊張しますね。いいですね、本番での
これがエリア地の音ですね。これこのタイミングで操作が可能になるので、しっかりとジャンプをして回収しましょう。 RTA して自分が慣れていないとき、この操作をするっていうのを忘れて10秒ほどのロスをつけたことがありますので、本当に気をつけましょう。あるあるですね。あるあるですね。ということで、エリア1を攻略したということで、次はエリア2の攻略を移っていきます。エリアの攻略ごとに1回1回地図を購入しないといけないんで、また次のシロップショップへと戻っていきましょう。エリア2の地図のアフリフリ大陸の地図は5万ゴールドで購入できるので、まあ余裕がありますね。今のワリオの所持金は8万ゴールドなんで、問題なく購入することができます。ハートの器は入荷したと言ってますが、まあ特にいらないんで無視して帰っていきましょう。さあ、解放されましたね。エリア2です。ここもなかなかくせ者なコースが多く、ちょっと難しいエリアとなっているんですが、まあ頑張って走っていきましょう。はい、エリア2の1、カラッカ平原攻略していきます。このコースに新しいギミックとして鉄棒が出てきます。この鉄棒ですね、捕まった状態でWiiリモコンを振ると、ワリオが思いっきり回転を始めて、その状態でジャンプをすると大車輪ジャンプといって、こういう判定をまといながらジャンプをするといったようなギミックになっております。いつも通り敵はしっかりと避けて、これですね、この鉄棒に捕まったらすぐにWiiリモコンを振ってジャンプして進んでいきます。この着地のタイミングにですね、ワリオがなんかアクションをするんですが、それをキャンセルするためにしっかりと十字キーを入れておきましょう。一旦この右の土管に入り、コインを稼いでいきます。ここですね、結構高額な1000コインが8枚ほど置いてあるんで、すべて回収していきましょう。もう1回のジャンプですべて取って、そのまま土管に、いいですね、しっかりと決まりました。よかったです。さあ、順路に戻って進んでいきましょう。エリア2といっても1コース目なんで結構短めのコースで、この先のコインを回収して残った先にメルフルが囚われております。都度壊しているこのチェックポイントなんですが、一度この先で見せてしまった場合、リトライをしたいときにはこのチェックポイントから帰ってこれるというような仕組みになっております。この先ですね、先ほども行いました坂の上から切り返してジャンプするというようなエリアが残っているんで、ここも気を引き締めて切り返していきましょう。さあ、ダイヤモンドが、おっと、ちょっと1000コイン取れなかったので一旦戻りましたが、まあダッシュは継続しているので問題ありません。さあ、ここで敵を倒したらすぐにしゃがんでですね、スピードをもうそのまま落としてワリオのリアクションを抑えています。ちょっとだけまあ1000コイン取れなかったんですけど、まあ時間までには戻れているんで、まあ悪くないといった感じです。これでカラッカ平原クリアとなります。続いてエリア2の2、サイフォンの海です。海ステージとなっていまして、ここは通常ステージと結構異なる形式のコースとなっております。さあ、やってきました海の中ですね。このコースでは今出てきたこのワリオサブマリンを操作して進んでいく強制スクロールのステージとなっております。このステージ含めて水中の強制スクロールっていうのはもう3回ぐらいあります。まあアクションゲームのRTA におけるこういう強制スクロールっていうのはかなりイライラして待つ時間っていうのが多いんですけど、ワリオランドシェイクでは出てくる敵を倒した時にコインが出てくるので、このコインを集めるためにもうぼーっとしていられないので、敵の出てくる位置を把握してこのようにコインを回収していきます。完璧に出待ちされていますね、クラゲが。さあ、このクラゲですね、50コインを落とすので積極的に倒していきたいんですが、この50コインですね、10枚取ってしまうとミッションが 10枚連続で取ってしまうとミッションが達成してしまうので、ここで価値の低い10コインを1個だけ回収しておきます。さて、ミッションなんですが、この左側にある今回ですとワリオサブマリンを壊さないコイン50コインを連続でゲット、何コインだっけな、4万コインですかね、4万コイン回収するといったようなミッションがあるんですが、これ3つ全部達成してしまうとそれ用の特別な演出が入るということで、これを回避していました。クリアするとそうですね、ミッションをクリアした際、1ステージのミッションすべてクリアするとですね、オーディオルームというところでこのコースの BGM が聴けるというようなものになっております。このゲームの収集要素として、まあ、面白い部分でもあるので、通常ブレイドは結構、まあ、楽しいなって感じなんですけど、 RTA なんで無視していきます。今は少し分岐があったと思うんですけど、ここは上のルートに行きますとコインがたくさんもらえるルート、下のルートに行くとお宝があるルートという感じで分かれているんですが、まあ、今回ねお金稼ぎが必要なんで
ダイヤモンドのある上のルートを選んでいきました、うん、まあこんな感じで本当に位置を覚えていれば問題のないようなコースなんですが、それでもちょっとね敵に当たりすぎてしまうと一番最後のボスのところに詰まってしまう可能性があるんで気をつけて進んでいきます。このコースの次の、まあ、ちょっともう少し話すことがないんでこの次のコースについて軽く説明しちゃうんですが、次のコースが結構くせ者となっていまして、脱出パートですね、ここで2万ゴールドの価値のあるダイヤ1個ずつ、2万ゴールドですね、合計で2万ゴールドの価値があるエリアに行くためにちょっと脱出パートで工夫をする必要があるんですが、そこがかなり難しいリセットポイントとなっております。ちょっとこの水中ステージで集中力切れちゃいがちなんですけど、しっかりと集中して次のエリアへと、まあ、行けたらいいって感じですね。実はここも下の分岐に通ることでコインが少し多めにね置いてある感じのコースとなっております。その分少し敵の攻撃が激しいですが、まあ、出てからすぐに魚雷を撃つといったような感じで対処していきましょう、うん、いい感じですね。これ3万5000コインだったかな。これ普通に走っているともうこのミッションを達成してしまうので、先ほど行った、まあ、軽いちっちゃいコインのやつを回収するというようなことで回避しております。さあ この3つ目のダイヤを取ったらもうそろそろコースの終盤ですね。水中面のコースの最後にはボスが待ち受けております。このボスですね、ちょっとミスしてしまうと3から4秒結構持ってかれる痛いような苦しいボスになっているんで、しっかりと決めていきたいところです。さあ出てきましたね、あメルフルがヘルプと助けております。結構水の中でこのヘルプっていうのはきついと思うんですけど、まあまあまあすごい。それとしてコアシーヤ1号です。弱点であるコアに魚雷を思いっきり当てていきます。いいですね、ワンターンで倒すことができました。いや今の倒しきることできないと、あの前にあったシャッターが閉じてしまってそれでロスになってしまうというかなり厳しいボスなんですが、問題なく突破できました。これでエリア 2-2 サイフォンの海クリアとなります。はい、お次はエリア2の3マグマンジャ火山を攻略していきます、まあ、先ほど言った通りちょっとリセットポイントというか苦しいエリアがあるんで集中して走っていきましょう。今回はですね脱出フェーズの前にチェックポイントを取るんで、まあ、保険はあるんですがそれでも一発で通したいエリアとなります。このコースですね、新しいギミックとしてタルウォーカーと転がる岩のギミックが出てきます。あのタルウォーカーは近くで地面パンチをするとタルの足場が自分の方に降りてくるといったような感じのギミックとなっております。これ一旦寄り道をしてコインを回収。いいですね、いいですね、結構当たりの袋が出てるんで細かい部分でのタイム退縮ができております。さあここは敵を思いっきり投げることで奥にある爆弾ブロックですね、無理やり起動させて左から岩が転がってきます、まあ、岩に潰されてもワリオはやられることはないんで問題なく進んでいきます。ここは一段下から爆弾ブロックを起動させて足場に行ってですね、このタルウォーカーを下ろして進んでいきます。この先もすぐにタルウォーカーを起動させて飛び乗った後すぐにまたタルウォーカーを起動させます。この先攻めます。攻めますか。あ、攻めます、攻める宣言が来ました。さあちょかなり難しい技なんですがしっかりと決まるんでしょうが、さあバンダナを踏んでスイッチをオンにしてこのバンダナを踏んで無理やり乗る。いいですね、おいいですね。これ本来であればこのタルウォーカーの足場をですね下に下げるといったような行為が必要なんですけど、それを無理やりカットしてこれでもう5秒ぐらいの短縮になるんじゃないかな、かなり大きい短縮になっていますね。さあチェックポイントをしっかり破壊して脱出パートとなります。この通り結構難しいポイントがたくさん置いてあるコースとなっております。さあヒップドロップをすることで爆弾ブロックをすぐに起動させ巻き込まれながら進んでいきます。このダッシュ土管で左のエリアに移った後高難易度のエリアが待っています。さあ一度しゃがみでダッシュを解除してこの下に移動した際に大岩が転がってくるので逃げながらポイントをしっかり回収していきましょう。さあ決まるか、ダッシュアタックをしてダイヤ2つをしっかり回収。いいですね、決まりました。
いや見かけよりもかなり難しいエリアとなっていて、最後のダイヤモンドを回収するときに焦ってしまうと上の足場に頭をぶつけてそのままコインを回収できないといったような感じになるんで、いや今回本番で決めるのかなり心臓が強いですね。これでタイムをしっかり残しゴールとなります。エリア2の3マグマンジャ火山攻略完了です。次がエリア2の最後のステージですね。ハーゲン平原です。エリア2の一番最初のコースであるカラッカ平原にも出てきた鉄棒がたくさん登場するコースですね。コース始まってすぐに鉄棒が出てくるんで上に移動して進んでいきましょう。基本的に敵は倒さない方がロスが少ないと言ったんですが、ここら辺はちょっと避けるのが難しいんで倒して進んでいきます。このエリアですね、鉄棒から鉄棒へと乗り継ぎながら、まあ、ちょっとこんな感じで止まってしまうタイミングがあるんですけど、それよりもコイン稼ぎを優先してコインを取っていきます。この先ちょっとトゲがあって厳しいんですが、ちゃんと乗れるか。乗れました。いいですね。橋のギリギリに着地してダメージ食らうことなく進んでいきました。右のリフトが来るまでちょっと時間あるんで、細かい時間にもお金を稼いでいきます。いいですね。この先に上にちらっと見えたこのバンダナの敵を利用して、いいですね、カットしていきましょう。さあここの鉄棒エリアなんですが、ウィーリモコンを振らずにそのまま移動することで最後の爆弾が降りてくる前の周期に入って回復の周期です。いいですね。さあここも下から鉄棒に乗ってこの狭い隙を無理やり無敵時間を利用して進んでいきます。いいですね。から鉄棒から鉄棒へと乗り継いで進んでいきます。最後ちょっと動いている鉄棒があるんですが、これも周期が合わせてるんでちゃんと乗れました。さあこの大車輪状態で気持ちよく降りていった先にメルフルが囚われているんで助けて脱出となります。この先一旦鉄棒に乗ってヒップドロップをすることで下にあるコインを回収していきます。この先に鉄棒をたくさん乗り継いでいくところがあるんですけど、これ実はなんですけど、鉄棒って1回だけ振るともうあとはこのワリアの回転が維持されているんで、もう1回だけ振った後は操作に集中できるというような感じのギミックになっていますね。ウィリモコンずっとブン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 振ってなくてもいいっていう、まあ、結構優しいね配慮がされているんですよね。これはここは気をつけて、あの丸い敵は電撃を出してくるのでそれより先に倒してしまいましょう。さあここも無理やり時に踏んで無敵時間を利用して、ここも時を踏んで、いいですね、一番端っこから振ることでギリギリこの足場に乗ることができます。この大砲普通なら真上に飛ぶんですが、右に1個だけ傾けて飛ぶことで鉄棒をカットして針に当たって無敵時間で進んでいきます。無敵時間差がたくさん出るようなコースとなっておりました。細かいミスが結構起きがちなコースなんですが、全く問題なくクリアすることができました。かなり早いですねこれ。はい、ということでエリア 2-4 ハーゲン平原クリアとなります。さあここまでですね、運といった要素が全く出ないこのゲームなんですが、このゲーム唯一の運ゲーが出てきます。それがエリア2のボスレッドブーストですね。こいつの投げてくるスパナがあるんですけど、それがちょっと運が絡んでいまして、攻撃チャンス中にこちらにスパナが飛んできてしまうとそれだけでロスになる、プラスそれが2回連続してしまうと10秒ほどのロスになるんで、皆さんお祈りをお願いいたします。どうかお願いします。出てきました。かなり荒い運転をしているレッドブースト君ですね。さあワリオはこの一輪車のカートに乗って対抗していきます。基本的には敵の投げてくるスパナーやタイヤなどを跳ね返して3回当てると攻撃チャンスになるんで、それを繰り返していきます。1回、2回、次ですね、3回目、この次ですね、この次遠くに投げてくれると嬉しいんですが、これは当たってしまいますね。これきついですね。これがもう1回起きてしまうと10秒ほどのロスが確定してしまいますが、頼むぞ。イベントなんでね、分かってますよねレッドブースト君。さあこの次ですね、遠くに投げてくれればいいんですが、あ遠くに投げてくれましたね。ギリギリ当たらないぐらいでいいですね。これでダメージをたくさん与えられるんで、あこれちょっとまずいかもしれない。まずいですか。連打が下手かもしれない。なるほど、まあまあまあ、まあ、お祈りしましょう。次の連打も頑張って。さあ2形態目いくと若干高い位置から投げてくるんですが、
さあここの連打で足りるかどうか、足りていればこの車がバラバラになるんですが、あちょっと連打下手ですね。あ足りなかったですね、まあ、これでもう1ターン増えてしまって1つ10秒のロスというような感じになっています。まあちょっときついんでしょうがないですね、まあ、今までうまくいったんで。そうですね、避けてきましたね。ちょっと本番ってことを理解してやってるのか理解してやっていないのかちょっと嫌な時ですね。さあこうするとバラバラになるんで本体を吹っ飛ばしてエリア2のボスデッドブーストクリアとなります。いやちょっとまたやりましたねこいつは。惜しいですね、はい、今までが良かったペースなだけに。まあまあまあ気を取り直してやっていきましょう。しっかりこの演出が終わったタイミングでジャンプをして回収しましょう。はい、これでエリア2攻略完了です。いやまあ本当にボス以外は完璧な走りができている感じなんでちょっとボスが痛いって感じになりましたね。この先はですねもう運ゲーもないんでひたすら走者の優島さんに頑張ってもらいましょう。エリア2攻略完了ということで次はエリア3の地図を購入していきます。エンブレムゲットで35秒ちょうどだったんで、はい、まあ35分ちょうどだったんで、まあ、なるほど、まあまあのペースですね。まあまあのペースですね。確かにそれだと早いなはい、ここでシロップショップに行ってエリア3の地図を購入していきましょう。購入する前に店を出ないように注意していいですね。最速で店から帰っていきます。このエリア3なんですが結構お金稼ぎをします。その理由としてエリア3の後エリア4を攻略するのではなくエリア5の攻略に向かうため合計で20万ゴールドのコインが必要となるためこのエリアではかなり、まあ、お金稼ぎのために寄り道をしていきます。まあ、その寄り道の理由としては、まあ、エリア5でまた説明させていただきます。早速エリア3の1シッポフォトレイン攻略していきます。このコースはですね猛スピードで走っていく機関車の中を進んでいくというようなコースになっています。途中でかなり周期が重要な部分がありますのでそこを決まるかがこのコースの見せ所となっております。序盤は問題なく機関車の中を進んでいきましょう。先ほどの宣言通り道中のコインもちゃんと回収して進んでいきます。ここですねエリア切り替わってすぐに敵を地面パンチで気絶させることでこれ無理やり奥にあるスイッチを起動させていきます。本来であれば手前にあったボールを利用するんですがボールだとちょっと思いっきり投げた時にバウンドしてしまう可能性があるのでこのように敵を使うことで短縮となっています。さあここですねエリアが周期が大事なエリアとなっております。ここで一度ダメージを受けて大ジャンプ、この台からダッシュアタックで飛んだ後大ジャンプで炎を回避し、さあ一つ先の部分に進んでコインを回収。おっとちょっと当たってしまいましたね。いやちょっときついですね。頑張りできるかな、まあ、ここでコインを取ってきついですね。まあここで本来であれば最後の炎ができたタイミングに通れる感じなんですけど、まあ、ちょっと今回グダってしまいましたね。いやかなり綺麗にあの炎のエフェクトが消えたもうそのタイミングで抜けれるって感じだったんで見せなかったんですけどまあまあしょうがないですね。さあ道中にあるダイヤを回収してこの先の最終部へと進んでいきます。最後のエリアもちょっと基礎動作が難しい場所があるんですがちゃんと決まるでしょうか。ここですね炎の下をくぐり抜けて飛んで届きました。いいですね。これで炎を待つことなく進んでいきます。だいぶ列車遅れてますね。どうですね、まあ、チェックポイントはしっかり破壊しておきましょう。さあ脱出です。この後ですね汽車の上をダッシュ土管を利用して思い切り走って進んでいくんですけどこのタイミングにですね取り逃してしまうと結構きついようなコインがたくさんあるんで念のためチェックポイントを破壊しておきました。さあ入っていきましょう。まずはこの先にある1000コインを2つ回収して次のエリアのここですね、ここもジャンプして2000コイン取った後切り返し両くんのところで切り返してさあもう一つあるこのダイヤですね。このダイヤは硬いブロックになっているんでこのダッシュ状態は何としても継続させないといけないというような場所になっております。さあ最後結構気持ちいいエリアがあるんでここを引き返した後すぐにしゃがんで切り返してまたしゃがんでスピードを維持して帰っていきます。いや決まりましたね。はい、これにてエリア3の1シュッポフォトリンクリアとなります。まあ、ちょっと周期の部分があれだったんですけどそれ以外のところは問題なくクリアとなりました。いやオーラ最終区間が決まったのでいいとします。よかったです。はい、次のコースエリア3の2ダイノキャニオンです。共有の骨などがたくさん見られるようなコースとなっております。
新しいギミックとしてましては、ブレッドコンベアや木棒ですね、木の敵ができているんですが、これによるワリオのやられアクションなどが登場します。このコースもですね、帰りの途中に結構コイン回収するんで、このタイム自体は切れないんですけど、まあ、かなりコイン美味しいエリアとなっております。さあ壁を使ってうまくコインを回収していき、このベルトコンベア状の敵を利用して奥にあるスイッチをいいですね、起動させて逆回転にさせました。これでわざわざこのハスキブロックを待たないで済むといったような感じですね。このベルトコンベアですね、このベルトコンベアからベルトコンベアへの乗り継ぎは結構感性効いてきついものになっているので気をつけて進んでいきましょう。はしごはちゃんと高いところから登り、ここもギリギリでジャンプすることで敵のトゲを回避して進んでやります。ちょうど飛び越えたタイミングで振り向くんで、見た目以上にギリギリで飛ばないとちゃんとあいつのトゲが下がってしまうんですよね。このベルトコンベア試合を抜けたらメルグの檻があるんで、ここから脱出パートとなります。さあ脱出です。下にある脱出感を使って帰っていきましょう。この先のバンドラの4体目を倒したタイミングでスライディングすることでちょうど速度を落とすことができます。ここからまたダッシュ土管を乗り継いでいき、この先ですね、うまくダッシュキャンセルをできればちょっとした短縮になるんですが決まるか、いいですね、かなりダッシュ、ああちょっと高く飛びすぎましたが、まあダッシュを結構継続できたんでよしとしましょう。道中でダッシュアタックを使って帰っていきます。さあこの敵が木棒ですね。ワリオランドシリーズでおなじみのこの炎のやられやつですね。まあ、ワリオランドシリーズでは結構おなじみなんですけど、本作のもう今回の RTA の出番はこれまでとなります。ありがとうございました。はい、コインを回収して、この先に爆弾があるんですが、これはまあ地面パンチは思いっきり爆弾を投げるといったことで起爆できるんですが、まあ、そんな時間は惜しいのでタックルで無理やり起動させていきます。さあダイヤモンドを回収して帰っていきましょう。あとはもう道なりに帰っていくだけですね。露骨に今までのコースよりお金稼ぎをしているので、もうタイムはミッションのところにバツがついていますね。もうしょうがないです。これにてエリア3の2大のキャニオンクリアとなります。はい、また共有系のコースが続いていきます。ティラノ鉱山です。ここには結構トゲのついた敵のフォークスが多いので気をつけて進んでいきます。開幕地面の中にいるフォークスを無理やり地面パンチで出します。こいつを投げることによって足場が生まれるので、こいつを利用してダイヤモンドを回収、いいですね。さあまたボールが置いてあるんで地面パンチで1回で出てきてくれましたね。これ地面パンチやってもなぜか1回で出てきてくれないタイミングがあるんで若干お祈りポイントだったんですが、まあ問題なく進むことができました。この先ブレットコンベアとジャンプしてくるフォークスがいるんで、うまく下をくぐり抜けていきましょう。いいですね。この先このボールを使えといったような感じのギミックがあるんですが、ここはフォークスを利用して足場にしてタックルで無理やり起動させていきます。さあこのシップドロップの勢いそのまま大コイン袋を回収していきます。実際に走っているとここら辺あたりで慣れてないとちょっと腕が疲れてきたなってなる感じのエリアになっております。ここも左上のフォークスを利用してダイヤモンドを回収していきましょう。この次のエリアはベルトコンベアから爆弾が流れてくるので、それより先に進めるようにうまく進んでいきましょう。いいですね、ちゃんと爆弾より下に進むことができました。この先大砲があるんですが、この大砲は素直に飛ぶんではなく右に3つ傾けて飛ぶことによって、はい、このエリアのギミックを丸々全てカットすることができました。いいですね。ちょっとずれてしまうとこの上に乗れないんで難しいんですが、さあこれで丸々カットしたことによってチェックポイントも破壊されてしまいました。このここから先の脱出区間はミスが許されません。頑張っていきましょう。脱出継続のためにしっかりしゃがみを活用して、いいですね、進んでいけてます。金色の敵はそんなに倒してもコインが美味しくないので、むしろして進んでいきます。ちょっと1000コインが、まあ、まあまあまあ問題ないですね。ダッシュが継続しているので問題ないです。
さあ、あとは段差とベルトコンベヤーに気をつけて書いていきましょう。この段差ですね、結構まあ簡単にポンポンとやってるんですけど、慣れてないと結構引っかかってダッシュが途切れてしまったりするので、まあかなり難しいんですが、まあ RTA 走者ということでお手の物ですね。あとはこの大砲でエリア3の3、寺の鉱山クリアとなります。さてこの時点でコインが17万コイン、いいですね。次のエリアではもうほとんど確定で3万ゴールド手に入るんで、これで20万ゴールド、エリア後の地図を買うための必要なコインが集まったと言えるでしょう。もしも足りない場合はこのコース内でですね、若干稼ぎを行って足していくことになります。さあエリア3の最終ステージ、フィーバータウンです。スポットライトやスロットマシンなどが今特徴のステージとなっております。 BGM がいいですね、とてもいいので。この BGM ですね、実は前作であるワリオワールドのアレンジの BGM となっていて、自分はかなり好きですね。これさあこの黄色い噴水に乗って進んでいきましょう。ここでスポットライトのギミックが出てきて、見えない足場を照らしてくれるんですが、まあ、RTA 走者にはそんなもの不要ということで、まあ、見えてる足場を進んでいきましょう。ここエリア切り返したら地面パンチをして爆弾を出し、タックルで無理やり起動して落ちていきます。ここで無敵時間が付与されるので、その間にこの敵を押しておきます。これを押しておくことで後でちょっとした嬉しい要素があります。ボール爆弾、ボール爆弾の順にスロットを止めて、この最後の爆弾ですよね、左側に持ってって、この先のダイヤモンドを取るために解放していきます。先ほどこの敵を動かしたことによって、ここはスムーズに進んでいくことができます。いいですね。さあボールも地味に飛ばしておいたおかげで、いい感じの位置に置いてあります。さあここは次の噴水が消える前に進みたいので急ぎます。これですね、これに乗って右上とジャンプ、間に合いました。この先にいるギミックを作動させたいので、このバンダナコですね、こいつを剥がして持ってって、いいですね、ちゃんと決まりました。見かけ以上に厳しい乗り継ぎなんですけど、しっかり決めて、この敵から5000コインもらっていきます。金色の敵は一律で5000コイン落とすんで、かなり美味しい敵となっております。さあ残りは左上にある足場ですね、見えてないんですが、まあ、見えてるのでダイヤモンドを取って脱出となります。まあチェックポイントも取る必要ないんで無視して進みましょう。ここの BGM 好きです。少し黙っておきますかね。はい、ということで最速でクリアしたので、あまり BGM がゆっくり聞けなかったんですが、これにてエリア3の4フィーバータウンクリアとなります。この楽曲もミッションクリアすることでオーディオルームでいつでも聴けるようになるんでね、ぜひ買っている方はクリアしてみてはどうでしょうか。さあエリア3のボスピエロットですね、こいつがなかなかのくせ者で、攻撃の パターンも多くて苦戦するようなボスとなっていますが、相手に攻撃させることなくパターン化して倒していきます。ここ結構詰まるようなポイントなんで、ちゃんと決まるかお祈りポイントですね。さあ頑張って決まりましょう、決めていきましょう。さあスポットライトが照らされて上から出てきましたね、こいつがピエロットとなります。さあ右側にある鉄棒に乗って大車輪ジャンプを3回当てて、いいですね、まず弱点が出てくるので、ここに1回だけヒップドロップをして待機しておきます。そしてボールで守ってくるんで、ボールの隙間に2回与えて1回待って、ボールトゲが飛んでいったらもう1回ダメージ、ヒップドロップ2回でダメージを与えます。さあもう一度2回当てて、飛んだらもう1回2回与えて、いいですね。さあここでダメージを与え最終形態です。さあもう一度ここに2回与えて、ボールが飛んでいくのを見たらもう1回2回と真ん中に行ったタイミングで真ん中に飛んで弱点を1、2回と攻撃して完璧に決まりましたね。いやこれ一つでもずれてしまうともう1分ほど持ってかれることがあるんで、絶対に決めたいボスでしたが、しっかりと本番でも決めていきました。完璧ですね。いや良かったですね。良かったですね。
練習でもこいつにちょっと阻まれることが多かったんで、決まるかヒヤヒヤしてたんですけど、ちゃんと決めていきました。はい、ということでエリアさん公約完了です。さあ、ということで20万ゴールド揃っているので、ここからエリア後の公約へと移っていきます。20万とだいたい1000ぐらいですかね。本当にギリギリでやってるんで、この稼ぎが本当に重要になってまいります。さあ、地図を買ったらすぐに退店。これでですね、エリア5の地図を購入する理由なんですが、エリア4に比べてエリア5で道中置いてあるダイヤや、まあ、コインの量がシンプルに多いというのもありますし、コイン袋が今まで降ってきてコイン出してたと思うんですけど、それのコイン袋の中身も結構多くなっております。例に出しますと、今までエリア3で降っていたコイン袋の額が5000ゴールドなんですが、エリア5に移るとだいたい7000ゴールドですかね。1つあたり7000ゴールドでかなり美味しいものとなっています。さあ、エリア5の攻略していきましょう。ウーロン山脈です。このコースも 1エリア目なんでね、さっさと攻略していきましょう。このコースは、まあ、新しいギミックとして回転扉が出てきます。これはワリオのタックルやヒップドロップ、敵を投げるといったようなことで動作します。ここでですね、先ほど言っていた当たりコイン袋が出てくれると結構嬉しいんですけど、なかなか出ませんね。あと2つあるんでお祈りお願いします。お願いします。下側のルートを通って、この先にあるですね、回転扉を開けることで脱出用のルートを確保しております。この先にある敵を利用して上の回転扉を無理やり起動させていいですね。さあ、ここのコインが結構振ってますね。これは外れです。良くないですね。あと1個上にあるんですが、さあ、これは当たりか外れか。ハズレですね。いやー、まあいいでしょう。まあまあまあ、まあ、当たりでね、縮まるのは2秒か1秒とかそれぐらいなんで、今回は気にしないで進んでいきましょう。さあ、脱出です。下にあるダッシュドカンを使って帰っていきます。先ほど開通した回転扉ですね、あれは一歩通行の方の扉なんで、あらかじめ開けておかないとここでワリオが止まってしまうことになります。最後の直してない高い点扉があるんですが、それに関しては当たった瞬間にジャンプすることでこのダッシュを継続することができます。これすげえ地味なんですけど、かなり難しいテクニックになっております。はい、サイスクでゴールできましたね。完璧です。次のコース、エリア5の2コース目ですね、ワンダーオーシャンです。2つ目の、まあ、水中ステージですね。まあ、2つ目っていうのは RTA 上の話で、本来であれば最後に来るコースなんで、敵の物量などもかなり増えて難しいものとなっております。まあ、エリア2の2と同様、敵の出てる位置はね、大体把握してるんで、コインの落とすコインが多い敵を狙って倒していきましょう。いい BGM なんでね、耳を澄ませてみてみるといいかもしれません。そうですね。さあ、耳を澄ませていいと言ったんですけど、ちょっとここでね、話を脱線して話を、まあ、少し時間があるので、ね、このイベントについてお話をさせていただきます。当イベントの RT in Japan はチャリティーイベントです。イベントの収益やグッズの売り上げなどの一部は国境なき石田様へと寄付されます。ゲーム内で今コツコツとお金を集めているワリオからも分かる通り、まあ、小さい一人一人の小さな寄付でも集まれば大きな力となって支援となります。ぜひぜひ皆様の無理のない範囲での協力お願いいたします。よろしくお願いします。このコースですね、水中のコースなんですけど、だいたい4分ぐらいまた暇なタイミングができてしまうので、まあ、この RTA について少し話をしていきたいと思います。この、まあ、RTA じゃないな、このゲームのやり込み要素ですね、やり込み要素について話していきます。このコースです、このゲームですね、各ステージには3つのお宝と、まあ、3から7つのミッションというものが存在します。まあ、Any% ではまあ本当に触れることなく進んでいくんですけども、これらね、お宝一個一個にユニークな名前とまあ、面白い説明文がついていて、結構まあガレージとかでそれを確認することできるんですけど、それ眺めても面白いようなものになっています。または先ほどの海ステージにも説明したこのミッションですね、このミッションをクリアすると、まあ、楽曲が解放されるということで、このゲームの
このゲームをもう 100% クリアすると、このゲーム内で使われている BGM 全部オーディオルームで聴ける、まあ、このゲームがサントラというような感じになって、かなり楽しめるようなものとなっております。さあ、ここで一旦中ボス戦ですね。コアシーヤ1号です。最初のステージで倒したやつと同じなんで、基本的には密着して魚雷を撃てば問題ないですね。はい、いいですね。ちゃんと一発で倒しきることができました。まあ、先ほど説明、まあ、ちょっと話が戻ってしまうんですが、先ほど説明していたミッションですね。そのミッションも結構面白いものが多くてですね、このコースですとワリオサブマリンを壊さないというものが独自のミッションになっているんですが、他のコースには爆弾ブロックを全て壊すだったり、壊せるブロックは全部壊すだったり、特徴的なものがいっぱいあって、一つのコースをね、何回も面白い遊び方で遊べるっていうのがかなりいい様子となっております。さあ、まだまだ強制スクロール続いていくんで、ここから RTA について少し説明していきます。現在このタイトルのスピードランは4つカテゴリーが存在して、最速でラスボス撃破を狙う今走っている Any%RTA、 全ての各種ステージを攻略してボスラスボスを撃破するオールレベルズ、全てのお宝を回収してクリアするオールトレジャーズ、全てのミッションお宝を回収してラスボスを倒すオール 100%RTA の4つのカテゴリーがあります。現在走られている走者の優島さんはオールレベルズとエニーパーセント、2つのカテゴリーを走っております。オールレベルズでは特に隠しアイテムとして出てくる、秘密の地図ですね、秘密の地図を道中で回収して新しいコースを開いていくなどといったような感じで、エリアの進み方も結構変わってくるんで、見応えのある RTA となっております。まあ、そちらの方の RTA もぜひチェックしていただければなと思います。今オールレベルズの方のカテゴリーなんですが、こちらは今やさしまさんが世界1位の記録を持っており、1時間56分台ですかね。そうですね、ちょうどその記録を持っているというような感じになっていて、もう一つの超高難度のオール 100%RTA なんですが、これはカービィマスターさんが記録として4時間6分ほどの記録を持っていて、かなり長丁場な RTA となっております。やさしまさんも今年ちょっと走っていますよね。いや、このステージに設定されているミッションがね、はい、すごい悪さをして、はい、一つのステージ数回攻略しなきゃいけないだとかザラにあるので、そうですね、難しいカテゴリーですね。そうですね、かなり体力がいる難しいカテゴリーとなっております。さあ、そんなこんなで話をしていたら、このコースの最後のボスですね、コアシーヤ3号です。3つコアがあるので、それを上真ん中下の順に壊していきましょう。まずは上に張り付いて連打をして、連打しながら下がって水流に乗った。これ真ん中を壊した後、あ、まずいですね、あ、ちょっと閉まってしまいました。あ、これ真ん中開いて、どうだ、倒しきれるか。倒しきれましたね、ギリギリです。一番下のやつのコアが閉まってしまうとかなりロスになってしまったんですが、まあまあまあ、なんとかロスを最小限で済ますことができました。これでエリア後の2ワンダーオーシャンクリアとなります。いや、このボスですね、そんなに苦労するボスではない、慣れてるとそんな苦労するボスじゃないんですけど、タイムを突き詰めるとなるとかなり周期が厳しい敵になっていますですね。ここだけで約4万5000ゴールド回収できました。次のコースですね、5の3サムカッチャ大地です。 雪や氷に覆われたようなコースとなっております。新しいギミックとしてワリオの雪だるまアクションや氷ブロックなどが出てきます。これですね、これが氷ブロックです。この氷ブロック、ワリオのタックルでスライドさせることができるので、これを足場にして進んでいきましょう。この先の階段を登っていくと雪だまりがあるんで、これの下で自分パンチをすると雪が落ちてきて、この雪だるま状態になります。この状態で坂を駆け下りることで、この転がって硬いブロックを破壊していくことができます。この氷の上だとニュートラル状態にするとワリオが滑るようなモーションを取って可愛いですね。つららを落として足場にして、このペンギンはしっかりと倒しておきましょう。倒しておかないとこの水路から戻ってきた時に何をされるかわからないんでね。水路から戻ってきたらまたつららを落として上へと進んでいきます。この先階段になってしまっているので、坂に戻してから池だるま状態で逆走していきましょう。ここで氷に凍らせてくるような敵がいるんですが、最速でいけば特に問題なく進んでいきます。
ナーエリアの左に上に行けばメルフリーですね、これを壊して脱出パートとなります。帰っていきましょう。エリアの右側にあるダッシュとかを利用して帰っていきます。ここで一旦坂の上で切り返してジャンプをすることでいいですね、このダイヤを回収することができました。この先細い道があるんでしゃがみでダッシュを維持したままいいですね、進んでいくことができました。これによってこの奥のダイヤも取れるし早く帰れるしで一石二鳥ですね。あとは段差に気をつけて進んでいきましょう。いいですね、これでエリア5の3サムカッチャ大地クリアとなります。次のエリア5の最終コースですね、ゴーストキャッスルなんですが、本来であれば、まあ、最後に攻略するコースとなっているため結構ギミック多いんですが、まあ、NE% なんでだいたいすっ飛ばしてコインを取るだけ取って帰っていきましょう。登り棒はジャンプをして少し早めに登っていきます。ここの敵を利用してこの足場を出すことで左上のダイヤが回収できます。屋敷に入ったらすぐに順パンチをして扉を開けて進んでいきます。このミイラみたいな敵ですね、ワリオが当たってしまうとノックバックしてしまうので気をつけて避けていきましょう。さあここの登り棒もギリギリ降りていいですね、ちゃんと捕まって少し短縮になりました。この先にあるこのスモールトンネルですね、このスモールトンネルを通ることでワリオの大きさが大きくなったり小さくなったりするんでこれを活用して進んでいきます。この先の大砲地帯を抜けたら脱出パートとなります。脱出パートですね、この先檻を破壊したら下へと進んでいくんですが、ここで下へ行くときにヒップドロップは出さないようにしましょう。ヒップドロップを出してしまうと早いかつお金の稼げるルートに行けないので注意して進んでいきます。今まで結構ヒップドロップさせてきて硬いブロック壊させてきたのにここで急に騙してくるっていうかなりやらしいやり方をしてますね。さあ進んでいくとダッシュ旅館といい感じにコインが配置していくのでいい感じに取っていきます。さあこのコースだけでだいたい4万ゴールド回収できますね。ダッシュを継続して、はい、これでエリア5の最終コースゴーストキャッスルクリアとなります。3万9000円足りてますね、足りてます、足りますね、はい、15万ゴールド、これがエリア4の地図を購入するのに必要なコイン数なんでもう500コインしか無駄がないといったような完璧な稼ぎになっております。さあこのエリア5のボスガマックなんですが、序盤もう相手の攻撃もかなり長いのでワンターンでもう相手に攻撃をさせないで倒していきます。さあセットアップ決まるでしょうか、決まるでしょうか。セットアップですね、かなりごちゃごちゃしていて解説が忙しいことになるんですが、まあ頑張ってついてきてください。出てきました、こいつがガマックですね。さあ操作ができるようになったら一番右に移動して相手が地震攻撃をしてくるのでジャンプで回避、相手の袋が落ちてきたら地面パンチで袋を破壊し、さあ敵をまず1体食べさせます。すると気絶してもう1回地面パンチをして気絶している敵を食べさせて、この爆弾をシェイクして火を消して、もう1体食べさせて火を消して、さあ1体残ってるやつも食べさせて爆弾を出させてこいつを火を消して、はい、いいですね、4つ爆弾用意することができました。これで相手の体力を全部消して倒し切ることができます。さあここでタックルするチャンスがあるんですが6回に留めておきましょう。7回以上やってもちょっとロスになるだけなんでちゃんと6回とどめておきます。いや、いいですね、ここ1回でもちょっと食べさせるのミスってしまうとかなり長い相手の行動を待つ羽目になってしまうんで、さあ最後の爆弾を倒した食べさせればこれで削り切れますかね、削り切れました、はい完璧ですね。エリア後のボスガマック見事にセットアップして決めていくことができました。よかった、いやよかったですね。いやこんな感じでこのゲームのボスっていうのは一つでもちょっと順路がずれてしまうとかなりロスをしてしまうんでヒヤヒヤしながら見てるんですけども、ちゃんと決めるあたりさすが世界2位の実力持ってますね。いや
実際に投資で走っているタイミングだと、ここでハラハラしながらこのボス倒すことになるんで、とても怖いんですが、心臓も強い。さあ、これでエリア5をクリアしたことで、エリア5のボスのお宝も回収し、最後にエリア4の地図を購入していくというような感じなんですが、ここから先はですね、一切お金稼ぎを行いません。もう買う地図がないんで、特にお金稼ぎをして寄り道することなく、最速でコースを駆け抜けていきます。このゲームですね、そういった寄り道をしないとかなり早くコースが終わる感じになっているんで、もう特に話すことって言ったらもう最速で駆け抜けましょうみたいなことになってしまう可能性があるんですが、まあ張り切ってやっていきましょう。エリア4、違うな、ぶっちゃけエリア5よりエリア4の方が難しいので、まあそうですね、細かいところでちょっとトゲに当たったりとかミスしてしまったりとかっていうロスポイントは多いんで、気をつけて走っていきます。さあ、エリア4の1、ワイルドジャングルです。ラフレシアの敵だったりトゲのついている敵が結構多いんで、気をつけて進んでいきましょう。この先の2連ロープも素早く乗り継いで、天井に当たらないように気をつけて進んでいきます。このツタですね、普通に登るよりもジャンプして進んだ方が早いんで、ぴょん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 と進んでいきます。ここにいる敵を利用して鼻の上に行くことで、下のルートから迂回することなくそのまま直進で進んでいきます。ここは一度ロープから引き返すことで、このダッシュド感の勢いを利用して右側へと進んでいきます。こんな感じですね。結構草とかに隠れているこのトゲの敵に気をつけながら進んでいきます。このロープは捕まると落ちてしまうので、すぐにジャンプして乗り継いでいきましょう。さあ、脱出です。早いですね、ここに稼がないと。右下にあるダッシュド感を利用して帰っていきます。コースはジャンプするポイントとかも結構少ないんで、落ち着いてやっていきますね。さあ、このロープにだけ捕まらないようにして、いいですね。ここも折り返して、折り返して、いいですね。左に行って、上と書いてあるんですが下に進みます。上に進んでしまうとちょっとロープが待っていて、このダッシュ状態が切れてしまうんでね、ダッシュ状態のままゴールするため下のルートを選びました。これでワイルドジャングルクリアとなります。お金が全くありませんね。710コイン、とても少ない。はい、これが最後の水中面となりますね。グレートマリン攻略していきます。攻略するといっても、もうお金を稼ぐ必要のない強制スクロールステージということで、何もやることがないんですよね。ここから4分間ほど。さあ、どうしましょうか。じゃあ私からちょっと個人的な話をそうですね、お願いしたいと思います。奏者の優し島がこのゲームに最初に触れたのは小学1年生の頃でした。人生で初めて遊んだゲームであり、攻略本片手に頑張って攻略しました。別界隈で交流のあった方が2021年夏の RIJ に出走したことがきっかけで RTA を始め、今年1月から本格的に記録を詰め始めました。世界記録の方の走りを真似してみたり、世界記録保持者の方に直接話を伺うことでストラテジーを学んでいきました。カービーマスターさん、いつもモデレーションありがとうございます。現在世界記録まで30秒のところまで、あと30秒のところまで詰め切れています。世界記録の方が採用していない超高難度のストラテジーを採用すれば世界記録は出せると考えています。そうですね、いやその最高難易度のストラテジーもそうなんですけど、とても難しいものになっていて、最近ですね、優島さんもツイッチの方のチャンネルで結構ワールドレコードを狙ったような配信をしているので、もしよろしければこのイベントの後にでもね、見に来てくれたら良いなと思います。よろしくお願いします。で、まだまだこの水中面っていうのは続いていくんで、解説のイヤーからも少しお話ですねさせていただきたいと思います。私がこの RTA 始めるきっかけになったっていうのが、
やさしまさんなんですけど、まあ、ワリオランドシェイクのですね初見配信を見ていたところ、そのコメント欄にやさしまさんが現れて、そのやさしまさんについてちょっと見てみたところ、ワリオランドシェイク RTA をやっているぞということで、ちょっとねチャンネルの方にお邪魔して実際に走っているところを見て、自分も見よう見まねで走りながら、そしてまあ細かいところはやさしまさんに教えてもらうといったような感じで、こんな感じでねワリオランドシェイク RTA の伝承が行われていったって感じです。これがもう今年半年ぐらいで起きた出来事なんで、かなり濃いような1年になっていました。そうですね、濃かったですね。濃かったですね、まあ、やっぱりワリオランドシェイク好きがね惹かれ合うというような感じなんでしょうか。とても楽しみながら RTA を走ることができています。で、そうですね、そう、そのワリオランドシェイク好きは惹かれ合うということなんですけど、今惹かれ合ってる日本人走者っていうのがここにいる私、イヤーと優しさんだけという、ちょっと寂しいような状態になっていますので、もしねこの RTA のこの走りを見て自分もやってみたいなとか、このゲーム好きだったなって人がいれば、ぜひぜひ優島さんのチャンネルだったりにね配信に来ていただければ、めちゃくちゃ優しくね教えてくれるんで、ぜひ来ていただければなと思います。よろしくお願いします。お願いします。あ、この分岐も最後ですね。このコースはもうお金稼ぐ必要がないんで、ワリオが息をよとお宝集めてますね。そうですね、やることがないので、なんもないとと、あ、提灯の反動そんなに価値はなさそうですね。そこまでなさそうですね。2つ目に至ってはもうもはや化石ではあるんですけど、中に何も入ってないただの貝殻ですね。3つ目が見えてきました。これは豚の真珠、なるほど。ちょっとね、先ほど言いました通りこんな感じでお宝にも結構面白いような名前がついていて、これの説明ちょっと思い出せないんですけど、結構面白いことが書いてあったと思います。水中面もいよいよ終わりですね。さあ水中面も終わりということで、ボスが待ってるんですが、このボスがかなり凶悪となっております。こいつだけで15秒持ってかれたりして、記録を溶かして涙した走者がここで解説をしております。さあ行きましょう。まずは真ん中のコアを狙い撃ちして、上に何発か当てて、その流れで真ん中、下と下は絶対に破壊していたい。いいですね、下を破壊して流れに乗って上、真ん中が、あーちょっと残ってしまったが、あー締められてしまった、これきついですね。まあなんとか、なんとか破壊ということで、こいつですね、この上下の移動がこの水牛の周期になるんで、一つ逃してしまうとかなりロスになって、いや記録をね何回も潰された、とても嫌な敵となっていました。プラス5秒ぐらいですね。5秒ですかね。いやまあ5秒で済んでよかったって感じですね。はい、これでグレートマリンクリアとなります。続いてのコースですね。エリア 4-3 トンデレラ神殿ですね。名前の通り宙に浮いている神殿のコースとなっております。このコースでは結構移動するリフトだったり周期的なものがかかってくるんで、気をつける部分が多いですね。あと一つギミックを派手に突っ飛ばすというようなエリアもあるんで、ぜひ注目してください。この先のエリアにある扉をくぐったら、そのギミックを突っ飛ばします。さあこの先です。この先のベルトコンベヤーが逆走してるんですが、このトゲを無理やり使って反対を向いてダメージを受けることで、いいですね、切り抜けました。素晴らしいですね。いやー自分これがめちゃくちゃ下手くそで、まだちゃんと実践導入できてないので、めちゃくちゃうまいなって感じで見てます。さあここはジェットポット君をうまく、あー真横向けられたら結構早かったんですけど、しょうがないですね、結構癖がある操作となって、おっとこれはやばい、一旦出た方がいいですね。この先のですねリフトがあるんですけど、この先の1回目の周期を逃してしまうと約12秒ほどロスになってしまうので、まあなってしまった場合は一旦出た方が早いということで、判断が早かったですね。よかったですね、判断が早い。そこにいるバンダナはしっかりと倒しておきましょう。この先のリフトは特に無理やり登ることもできないので、しっかり止まっておとなしく待っておきましょう。このリフトの先にいるバンダナも邪魔なんで、ドロップでしっかりと倒して、このギミックを抜けたら折りがあるので脱出パートです。さあ脱出していきましょう。まず下に落下し、ここのダッシュとかに入ります。
この先ですね、下に降りていくエリアがあるんですが、ギリギリで切り返すことで、いいですね、ダッシュを維持したまま思いっきり下に降りていくことができました。ここもあとは道順に従って帰っていきましょう。ベルトコンベアにだけ気をつけて、いいですね、これでエリア4-3トンデレラ神殿クリアとなります。通常ステージはもう残すところあと1つとなりました。次のエリア4最終コース、ジャブジャブの森です。ジャングルステージの2つ目ですね。気を引き締めて走っていきましょう。この落ちるロープ2連続があるのですぐに乗り継いでいきます。この先敵を踏んでラフレシアに乗って敵の間をうまくすり抜けて、いいですね、ちゃんと決まりました。あの上の鳥がなかなかに判定強いんでよく当たってしまうことがあるんですが、問題なく駆け抜けました。さあこの横に長いツタのエリア、ツタからツタへとジャンプでツタって、いいですね、ちゃんと決めることができました。さあここは閉じた花びらを足場にして進んでいきます。ここはちょうど2回目の振りの部分で飛ぶと下の足場に乗ることができます。さあ流水エリアですね、ここから木片が流れてくるんでこれに乗り継いで進んでいきましょう。左左右右と乗り継いで、この先に敵がいるんで地面パンチで、あーっと気絶してない気絶してない、さあなんとか、やばい、おーちょっとばー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 、一旦優しく置いて、いいですね、ちょっと敵が右端にいすぎたので地面パンチの判定から漏れてしまいましたが、まあまあとりあえずこれで脱出パートとなります。あれであの大砲が砲台打ってきたらやばかったんですけど、まあなんとか打ってこないで済みましたね。この激流のエリアではワリオの速度が結構上がるんで、それにも気をつけて脱出をしていきます。最後の脱出パートなんでね、ちゃんと決まってくれると嬉しいんですが、この先ですね、この流れがかなり速いので気をつけて、いいですね、もうあとは問題なく進んでいきましょう。はい、いいですね、これで通常ステージはもう完全に終わりということで、ジャブ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 の森クリアとなります。19,000コイン、このエリアだけでもう2万コインぐらいしか稼いでますんで、ゴールめがけて走っていきましょう。エリア4のボスフランティです。タイマースタップまであとまあ2体のボスとなりました。こいつもパターン化して倒していきましょう。出てきました、この植木鉢から出てくるこの花のボスがですね、フランティとなっております。吹き飛ばし攻撃だったり、木に根を張って攻撃してくれた攻撃だったりをしてきます。吹き飛ばしは今デモにもある通り、しゃがんでいれば吹き飛ばされることはありません。まず敵をですね、2体出してくれるので前の敵を踏んで投げつけています。で残った1体はしっかり保護してジャンプしましょう。今出てきた根にこの敵が触れてしまうと消滅してしまうので、ちょっと攻撃のチャンスが少なくなるのでちゃんと保護してあげましょうね。さあ次に敵を出したら次に投げて、さあ降りたタイミングで地面パンチをして空中でキャッチして根を回避、いいですね、綺麗に決まっています。さあ次に敵を出すので敵を踏んで上に投げて2回与えてすぐに投げて、いいですね、2回攻撃を続けて、この残ったバンダナを踏んでちょっと後ろに待機して前にバンダナを出させます。それでバンダナ君が1体残りましたが、ちょっと相手が防御をしてしまいます。バンダナ砲を出してきたところでこの敵を打ってですね、今はちょっと分かんないんですけど一つ相手の攻撃をカットしました。まあ、この先にそのパターンが出るのでお見せできると思います。さあ残りもう1回このパターンを繰り返すことでこのボスは撃破となります。バンダナですね、こいつを打って先ほどカットした攻撃というのがこれですね、このトゲの敵を2体出してくるんですが、この攻撃をカットすることで5秒ほど短縮となっております。
フランとして当てて右端から落としてこのボスフランティ撃破となります。ちゃんと決まりましたね。さてこの先なんですが、このボスのお宝を取ってセーブが表示された後で一度ゲームをリセットします。ゲームリセットをすることでラスボスの登場演出をカットするというようなことです。今ウィーリモコンを縦に持っていますね。この先入荷してセーブしたんでリセットをしていきます。手がすごいプルプル震えて本番ですからねバレましたね。さてこれでリセットをすることでラスボスの登場演出をカットすることができます。これも Wii U のバーチャルコンソール版ならではって感じですね。 Wii U のバーチャルコンソール版ですとロードがかなり早いんで、その演出よりも一度リセットした方が早いとなっております。さあラスボスですね、シェイキングです。さあちょっと防衛鏡を覗ってみると何か出ているので乗り込んでいきましょう。さあ気合い入れて頑張ってラスボス倒してください。今まで通り、さあ今まで助けたメルフルたちがこのバリアを破壊して中に入れるようになります。さあ決まるかな、決まるかな、まあまあまあ何としても決めていただきたいですが、さあ先に進んでいくとラスボスであるシェイキングが現れます。このボスもですね、今までのボス同様に完全にパターン化して倒していけたらもう最速で撃破できるのでちゃんと決めてほしいですね。さあラスボスシェイキング戦です。降りてきて操作可能になったら相手に対してキックドロップをしてゼロにさせます。ここからまたダッシュアタックで追撃すると敵が気絶するので壁にぶん投げます。相手の攻撃は地面パンチでキャンセルできるので、キャンセルした方がいい攻撃は積極的にキャンセルしていきます。さあ相手の地面パンチをこちらの地面パンチでカウンターしていいですね、気絶させていきます。さあ第2形態移行のタイミングに少し高いところから降りれるのでキックドロップで追撃、いいですね。さあもう一度左側に曲がって相手の攻撃を誘発させて気絶をさせます。さあもう一度左に回って相手の攻撃を誘発させて、いいですね。これで第2形態はこれカウンターして終わりです。いや決まった決まった、よかったですね。さあ相手の体力はほんのちょっとだけ残っています。さあここから最終形態です。ふう、いや決まるといいですね。最終形態も問題なく、このボスですね、1つのダメージがワリオのハート1つ分削ってくるのでかなり苦しいボスになるんですが、あんまり攻撃に与えたくないところ、まず落雷攻撃ですね。これは位置を知っていれば当たることはありません。左側に行っていきましょう。タックルを始めたら3回キックドロップでブロックさせ、この繰り返しを行っていきます。さあここ上空からレーザーを打ってくるんですが、一番左まで来たら太いレーザーを打ってくるんで切り返して避けていきます。いいですね。できるだけ早くキックドロップをさせるために敵の下へ降り込んで、さあこの下級攻撃もキャンセルしていきます。この電気の弾の攻撃ですね、タイムが早いと4つに増えるという不思議な仕様を持っております。さあ相手の地面パンチを地面パンチでカウンター、これをもう一度繰り返していきます。次のタックルのキャンセルなんですが、電気の弾がうまい感じの場所にいてくれないと結構きついですが、あそこ消えてくれた、いいですね。さあタックルで追撃していきます。さあタイマーストップのタイミングが近づいてまいりました。次に敵を投げて画面に敵が壁にヒットした瞬間にタイマーストップとなります。さあミスなく決めることできるでしょうか。電気の弾の位置をちょっと祈っておきましょう。さあ敵の攻撃はキャンセル。さあ弾のご機嫌はどうでしょうか。いいですね、これで地面パンチをして敵が投げて壁に当たった瞬間タイマーストップです。いやーよかったですね、ラスボスは完璧に決めてしっかりと走り切ることができました。いやー決まりますねさあこれでちょっとしたエンディングムービーが始まりますのでね、少し見ていこうかなと思います。さあ見事にこのユーレトピアの世界を救うことができたワリオですね。メルフル族も喜んでおります。さあ帰りへの出口も開いて、お姫様ですね、とても綺麗な方ですが、まあ、奥に何か見えていますね。まあ、ワリオの目的は奥にある財布なんでこいつも投げ飛ばします。
画面端に当たって大ダメージを受けていることでしょう。さてデレデレの財布を回収したワリオ、とても嬉しそうですね。可愛いですね。さあ今まで振ってきた通りに思いっきりシェイクをしてコインがいくらでも出てきます。さあこの満面の笑み、ああ守りたいですね、この笑顔守りたいですね。はい、ということで GG となります。まずは走者の優島さん、完走した感想をお願いいたします。はい、大丈夫ですか。ワリオランド設計 2% を無事最後まで走り切ることができました。目標としていた1時間22分台のタイムは少し出なかったんですけれど、まあ、それに近い走りができたので、まあ良かったと思います。良かったですね。この走りを通じてワリオランドシリーズや RTA というゲームの遊び方自体に、それこそ2021年夏の時の私のように RTA というゲームの遊び方自体に興味を持っていただけたら、この上ない幸せでございます。今年の1月から力を入れて RTA に取り組み始め、その集大成となる走りが年末にできたと思います。1年を通してワリオランドシェイクを遊び続けてよかったなと、この大舞台で感じることができて幸せです。そんなワリオランドシェイクですが、現在は WiiU にてディスク版で遊ぶことが、逆だぞ、はい、ここかな、そうですね、ディスク版で遊ぶことができます。スピードランをするのに適したダウンロード版は残念ながら現在入手不可能なので、任天堂さん移植をお待ちしております。お待ちしております。最後に運営さん、ボランティアスタッフさん、協賛企業さん、見ていただいた方々、このイベントを支えてくださる全ての皆様、そしてイヤさんに最大限の感謝を申し上げて私の挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。まあ、もうちょっとねスタッフクレジットもあるんで、自分からも一言だけ言わせてもらいます。本当にねこのワリオランドシェイクというゲーム、自分が大好きでひたすらやり込んでいたのもあって、こんなね大きな舞台で解説をやらせてもらえるなんて夢にも思ってなかったんでね、やらせてもらえてとても嬉しく思っております。本当にボランティアの方、スタッフさん、いや本当にありがとう、運営さん、皆さん本当にありがとうございました。さてとそろそろスタッフクレジットも終わりそうですね。デベロップドバイグッドフィールということで、いや無事に走り切ることができました。これでワリオもお宝を手に入れて一件落着といったような感じですね。よかったですね。めでたしめでたしというような感じなんですけども、任天堂さあさあどうでしょう。あらワリオが笑顔ですね。いや可愛いですね。あら手に持っていた財布が、あらあらあらららら、キャプテンシロップが何やら回収していますが、どういうことなんでしょうか。約束があったらしいですね。一体どういうことなんでしょうか。さあ持ってかれてしまいましたが、ワリオの手元には約2万ゴールドと4個ぐらいのお宝しか残ってませんよ。ちょっとなるほど、これがその相談用っていうことなんですかね。あらということで、最速で駆け抜けてきましたが、お宝は手に入らないワリオなどでしたということで、このゲームは終わりになります。残念ですね。残念ですねということで、皆さんにはワリオが喜べるようにお宝をしっかり集めていただきたいなと思います。はい、これでワリオランドシェイクの RTA終わりとなります。続いてはスカラベさんによるピザタワーの走りとなります。ワリオランドシリーズに影響を受けた非常にスピード感のある作品ですね。引き続き RTA in Japan をお楽しみください。ありがとうございました。ありがとうございました